ファジャルドッグのアルミです。タラーン、床が新しくなりました。最初ね、張り替えたらさ、プラウちゃん残されたごくわずかな張り替えてないところから動けなくなっちゃってさ、歩けなくなっちゃったの。なんとかおやつの力を使って今では歩けるようになりました。今日何するかと言いますと、ママが美味しそうに飲んでいるものを少しお裾分けでもらったら思ったより刺激が強かったっていう動きよね今回使用するのは炭酸水、レモンとかグレープフルーツ、シークワーサーとかあんなのが入ってない炭酸水。炭酸水ワンちゃんが飲んでも体に害はありません。飲めるのかなっていうところもね含めてちょっとドッキリしていきたいなと思います。 CM っぽく飲んでみたら CM っぽく一応アーティストさんでしょ。この日の好きなんじゃないの？微妙気にはなるんだ。飲めてる？それ本当に。これマヒナすごくない？え、なんでプロで言って OK、 前のいいよ。プロで、どこどっか行っちゃった、どっか行っちゃった。アスプロ、アス、OK、 OK。 プロ目は逃げてる。嫌だった。何これ、何、なんで指ついて舐めれんの？フラウちゃんはね、慎重派だからね、一回違うと思ったらもう一回はいけないんだよね、この子。はい、OK よ。え、メイカム、やめて。オッケー。パス何回もやってるよそれ。ブラウン、はい、ああ酸っぱい酸っぱい酸っぱい。マヒナちゃん好きなんじゃないのこれ。癖になってると思うけど。意外とありみたいな感じなのかな。うん。え。プロちゃん？プロちゃんは？プロちゃんは？プロちゃんは？ねえ。聞いてる？聞いてる？聞いてほしい。プロちゃんは？プロちゃん。こんな感じで炭酸水のドッキリ仕掛けてみたんですけど。
まひなちゃん結構好きそうだったね。癖になってたね。なんか1回目はああみたいな感じだったけど、2回目ぐらいからなんかあれもう一回あれもう一回あれ意外とみたいな。いやもうこれ性格出るね。出るね。アスちゃんはダメでも何回でもチャレンジした。で毎回で飲むたび飲むたび毎回毎回やってくれて、フラウちゃんのねどの性格が出るんだなと思ったんですけど、フラウちゃんは基本的にはビビリな性格なので、一回ダメだな、いつもと違うなって判断したものはね2回目3回目チャレンジしないの、あの子は。だから最初一発目行ってってなってからマヒナみたいに行かなかったもんね。アスちゃんとマヒナちゃんがチャレンジ、うるさーい、うるさーいチャレンジしているのを遠くから見て、そんな美味しかったっけって近寄っては行くけど、匂い嗅いでもうやっぱりいいや、刺激が強いのはお嫌いなようでこんな感じで今日チャレンジさせていただき、またねアラミの頭の上に他のねチャレンジの動画も上がってるかなと思うんで、もし興味がある方は見てみてください。してしてってだってちょいちょい沖縄出るそして概要欄の方に他のねチャレンジ系のやつとかも貼っとくんで、よかったら見てみてください。昨日はこの YouTube のオープニングとエンディングで使っている曲の PV を飼い主バージョン撮影したのを載せたんですが、今日からはいつも通りこんな感じでまたお届けさせていただきます。今日お届けさせていただいたのはファジュアルドッグのアルビでした。あつからバイバーイ。ふらうちゃんバイバーイあすどうぞ。いらない？